丸川環境大臣が先ほど改めて会見し、講演会での発言を全面撤回しました。何の科学的根拠もなく、いや相談もなくという発言をしたことを確認をいたしました。こうした発言は事実と異なるものであり、当日の発言のうち福島に関連する発言をすべて撤回をさせていただきたいと思います。丸川大臣は今朝の会見で、追加被爆の国の長期目標をめぐる自身の発言について謝罪するものの、撤回はしないとしていました。